はい、本日はですね、ジョンスメドレーのニットの、ご紹介をしていきたいなというふうに思います。でジョンスメドレーというのがですね、3万円するニットになってるんですが、それがこちらになっててですね、これは僕もう4年か5年ぐらい前に買ったんですが、それが今でも着用できるってことで、このジョンスメドレーのニットは高いんですけど、その分長持ちもするっていうことで、結構有名なんですが、それがなんで3万円もするんかって思う方も中にはいらっしゃると思いますので、その辺がこういうこだわりがあるので3万円しますっていうところのお話をしていければなというふうに思います。ちなみにこのジョンスメドレーがですね、どこで区切んねんっていう話なんですが、僕最初ジョンスメドレーやと思ってたんですが、実は違うくてジョンスメドレーということになってますので、ジョンスメドレーさんが立ち上げたブランドっていうことになってて、それがどんどん子供で孫でひ孫って続いていってるっていう感じで、このブランド自体がですね、もう240年ほど前のブランドっていうことで、国はですねイギリスで作られてるんですが、イギリスで240年ほど前1784年にできたブランドっていうことになってるので、それが今でもずっと続いてるっていうことで、洋服にしてはかなり歴史のあるブランドで、洋服ってだいたい100年ぐらい歴史があるだけでも結構昔からあるなって言われるんですが、このジョンスメドレーはもう240年ほど前からあるニットのブランドということになっております。もともとはですね、紡績って言って糸を作る会社やったんですけど、僕もその工場は見学したことあるんですが、糸を作る会社で糸にこだわったりとかしてるっていうところもあるので、今もなお愛されてるという感じになってですね、有名人とかもめちゃくちゃ着てて、例えば映画で言うと007っていう映画あると思うんですけど、その主人公がこのブランドのニットを着てたりとか、あとそれ以外にもイギリス王室がこのニットを着てて称号が与えられてたりとかっていう風にしますし、あとそれ以外にも日本でも実は着用してたっていう有名人がいてるんですけど、有名人っていうかすごい人なんですけど、それがですね大正天皇、天皇陛下があまりにもこのニットがすごいいいっていうことで気に入って365着取り寄せたっていうことが結構有名やったりしてて、ほんまに毎日着替えるために取り寄せたっていうことになってるんですけど、そういうお話が残ってるぐらい、このブランドに関してはですね、いろんな話っていうのがあるんですが、こだわりにこだわり抜いたからこそ240年も続いてるというブランドになってると思うので、それをですね一つずつ見ていきたいなと思います。はい、それではですね、一つ目っていうのはですね、ハイゲージで編まれてるっていうことになってて、つまり何かっていうとですね、これ見比べたらわかると思うんですけど、こういう穴の大きいタイプ、穴の大きいというか、網目がよく見えるタイプのニットっていうのが、これがローゲージっていうことになってるんですが、数字が高いんですけど、1ゲージとか5ゲージとかって言ってて、これが逆に数字が大きくなるんですけど、例えば20とか30とかなったりするんですけど、それがハイゲージ。要は針の間隔を狭くしてるのが、こういうのでどんどん穴がちっちゃくなっていくんですが、針の間隔が広いとこういう感じでしっかり縫い目が見えるような感じにはなってるんですが、ともに両方ともいいところ悪いところってあるんですが、今回はこの話をするんですが、このゲージを細かくすることによって、穴を細かくすることによって手触りがめちゃくちゃいいっていう感じになってて、やっぱりこっち側はちょっとボコボコするんですけど、こっちの方はサラサラした肌触りっていうことと、あとこういうゲージの大きいタイプっていうのはですね、肩が崩れたりとかしやすいっていうところがあって、ハンガーにかけたりすると肩がキュッて出てたりとかすることが結構あるんですが、こういうタイプのハイゲージの方はですね、肩が崩れにくいっていうのも結構特徴的になっているので、肌触りが良くてなおかつ長持ちしやすいっていうところもこのゲージのハイゲージの特徴なんですが、そのハイゲージの中でもハイゲージを使ってるってことで、ハイゲージっていうとですね、だいたい12っていうゲージ以上はハイゲージって言われてて、12から20ぐらいまではハイゲージですって言われてたりするんですけど、これはですね、それを超えてて30ゲージっていうものすごい細かい網目で編まれてるっていうことになってるので、よりサラサラしてるし、より肩が崩れにくいっていうことになってるので、5年着用してもしっかりこのように着れるっていう感じになってます。なのでハイゲージであるっていうことはですね、こうやって見た目的にも綺麗っていうのはもちろんあるんですけども、それ以上に長くも持つし、手触りもいいっていう感じになってて、ファッションで考えるとちょっと綺麗めな要素があるっていうことで、見比べたら分かると思うんですけど、こういうタイプのやつってちょっとカジュアルな印象、ちょっと子供っぽい印象になりがちなんですが、こういうタイプってちょっと大人っぽい感じ着こなせたりするので、特に僕の視聴者の方とかは大人の方が多いので、そういう20代以降の方とかであれば、30代40代50代関係なくこういうのが必要なシーンっていうのがあると思うので、ハイゲージのニットっていうのは、そういうちょっと大人っぽく見せる効果もあるっていう感じになってます。で2つ目がですね、この糸になってるんですけど、糸がですね、シーアイラ
ランドコットンというコットンになってて、服興味ない人からしたらシーアイランドコットンってなんやねんっていうか、そもそもコットンに違いあるんかいっていう感じだと思うんですけど、実はですね、糸もどこ産かによっていい悪いっていうのがあったりしててですね、このシーアイランドコットンっていうのはですね、西インド諸島っていうところにあるんですが、まあ、そこで取れるコットンが非常にいいって言われてて、まあ、なんでそれが非常にいいかっていうとですね、まあ、そのシーアイランドコットン、まあ、肌触りがいいっていうのがまあ有名なんですけど、肌触りっていうのはですね、基本的に綿の長さになってるんですが、綿が長ければ長いほど少ない本数で糸を作れるんですが、綿が短かったらいっぱいつなぎ合わせないと糸が作れないので、いっぱいつなぎ合わせるとどういうことが起こるかっていうと、ちょっと枝毛が出てきたりとかするので、どうしても肌にチクチク当たったりすることがあるんですが、長い糸で作られるとチクチク肌に当たらなくてサッと肌に触れるような感じになっているので、肌触りがいいっていうことになっているので、長い綿が作れる場所、長いコットンが作れる場所っていうのは比較的高級と呼ばれています。で、それが、シーアイランドであったりとか、あとエジプトであったりとか、まあ、様々あるんですけども、世界にも何個かそういう地域があって、そこで取れる綿は高級ですし、さらに値段もちょっと高くなるっていう特徴があるので、もうそのシーアイランドコットンを使用してるという感じになってます。ちなみに日本でコットンの生産はないんかっていうとですね、現在のところほぼ自給率は 0% ぐらいっていう感じになってて、実は熊本とか福島とかでは生産数を上げていこうとか、国産のコットンを作っていこうっていう取り組みはあるんですけど、それが実際洋服となって売られてるっていうことはほぼほぼなくて、ほとんど海外のコットンを使用してるということになってます。なので安いコットンっていうのは短いコットンがいっぱいつながってるし、いいコットンっていうのは長い糸が少ない本数でつながってる。だから、まあ、長綿ってそれを言ったりするんですけど、まあ、それによって着心地がいいということになってますので、そのシーアイランドコットンを使用してるという感じになってます。ちなみに今のところまでこの辺までついてこれてますかね、ちょっと分かりませんが、ついてこれてると思って次に行きたいなと思うんですが、ちなみにこのシーアイランドコットンはですね、イギリスが見つけたものなんですけど、イギリスがあまりにも良すぎるので、ちょっと他の国には黙っとこうってことで、200年ほど門外不出で他の国に言わんかったっていうぐらい重宝されてる糸になってて、このシーアイランドコットンを使うっていうのは結構イギリスのブランドがやっぱり多いっていう感じにはなってます。で、次がですね、これは職人さんが一つ一つ手作業で縫ってるっていうことになってます。まあ、ちなみにですね、まあ、こうやって見てもらったらわかるんですが、この辺は別に縫い目がないんですが、例えば腕のところとかってこういう縫い目があったりするんですけど、この縫い目のところに関しては、職人さんが一つ一つ縫っていってる、機械で縫っていってるっていうことになってるので、例えばですね、まあ綿って植物なので、結構その季節とか、環境によって、変化したりするんですけど、そういうのってやっぱ機械では読み取れないんですけど、人間であればちょっと気候の変化とか、あと湿度の変化とかに合わせて縫い方を変えたり、縫うポイントを変えたりとかできるので、そういうところも一つ一つこだわって職人さんがやってるっていうところも、まあ、値段が高くなってる要因になってるんですけど、機械でやっちゃうと温度とか湿度が一定であればいいんですけど、やっぱり温度湿度って変わったりするものなんで、まあ、それによって多少変化が起こったりするっていうところも考慮されてるっていう感じになってるので、まあ、その分手間もかかってますし、完成度も高くなってるという感じにはなっております。で、次がですね、先ほどのまあ手作業でやってるっていうことの結果になってはくるんですけども、シルエットがめちゃくちゃ綺麗っていう感じになってて、本当に1枚でさらっと着れる感じにももちろんなってますし、それ以外のビジネスの方とかであれば V ネックとかを選んでいただければ、例えばシャツでネクタイ締めた上でサッと着たりもできますし、それこそ007みたいな着方もできますし、あとカーディガンとかやったら T シャツの上からサッと羽織ったりはできると思うんで、何も考えなくてもそこそこ様になるっていうのが、まあ、計算されて作られてるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに僕個人的にはですね、せっかくこのシーアイランドコットンを使って上質な肌触りで作ってあるので、カーディガンとかで上着で着ちゃうのはちょっと肌に当たらないのでもったいないかなと思うので、もうこれは1枚で地肌にそのまま着ちゃうっていうのが一番贅沢な着方かなと思いますので、僕は個人的にはロンティーとか、あと半袖とか、あとポロシャツとかもあるんですけど、そういう地肌に着るときに、まあ、着るっていうのが一番贅沢な着方で、なおかつシーアイランドコットン、ジョンスメドレーを楽しめる着方かなというふうには思っております。ではですね、こちら、M サイズになってるんですけど、 M サイズを着用してる様子を見てもらいたいなというふうに思いますが、一応イギリスのブランドにはなってるんですけど、そんなに大きい感じではないので、日本人のサイズで全然日本のサイズで、僕 M サイズなんですけど、それでちょうどかなという感じになってますので、178cm 65kg M サイズを見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。
で、まあ、サイズ感なんですけども、まあ、基本的にこれって大人の男性の方とか大人の女性の方が着る感じだと思うので、基本的にはジャストサイズで着るのが一番かっこいいなと思いますし、まあ、ローゲージで編んでてさらに短縮やったらあえてオーバーサイズにするっていうのは、まあ、どうなんかなって、まあ、僕個人的には思うので、何でもかんでもオーバーサイズがいいってわけじゃなくて、やっぱそのアイテムアイテムによって適正サイズってあると思うので、まあ、これに関してはジャストサイズで着るのが一番かっこいいんじゃないかなというふうには思います。という感じになってですね、まあ、今回これはネイビーにはなってて、まあ、4、5年も着てるという感じなんですが、他にも、まあ、白とかカラフルな色とかいろんな色があるんですけど、このブランドに関しては結構単色系が多くて、切り替えとかはそんな少なくて本当に単色で着れるっていう感じなんで、まあ、より私服で合わせやすかったり、より綺麗めに着れるっていう感じにはなってて、まあ、僕はあえて細身のパンツとかで合わすことよりかは、まあ、ハーフパンツとかで合わせてちょっとカジュアルに着崩すような感じの着方が多いんですけども、まあ、合わせ方は幅広いんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、これを持ってはる方とかやったら、まあ、もちろんご存知だと思うんですけど、本当に本物のニットを知れるっていう感じにはなってるかなと思うので、やっぱりここまでこだわり抜いて職人さんが手で作ったりとか、あと生地からこだわったりとか、ゲージもこだわったりとかっていうのって、なかなかやっぱりそんなに巡り合うことはないと思うので、まあ、僕も値段が高くて様子な何枚も買える感じではないんですが、まあ、1枚持っとくだけでこうやって定番の色やったら何年も着れるっていう感じだと思うので、まあ、個人的には、まあ、大人の方であれば1着ぐらい持ってても全然いいんかなというふうに思いますし、まあ、こういうのと例えばユニクロのニットとか比べた上で、まあ、ユニクロってすごいなとか、あ、ジョンスメドレーってすごいなとかっていうのを感じるのも、まあ、洋服の楽しさかなと思いますので、まあ、今回これを紹介したという感じになっております。はい、それではですね、本日はですね、240年続くイギリスのジョンスメドレーについてお話してみたという動画になってます。では別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。